決勝に勝ち進む組はどの方たちでしょうね。8組でございますね。その決勝戦なんですが、従来の競技会と違いまして本大会だけの特色であります。音楽をメドレーにしたソロ競技で行います。はい、それから第1回全日本フリースタイル選手権大会スーパージャパンカップ84プロフェッショナルラテンアメリカン部門の決勝戦です。それではまず最初の組をご紹介しましょう、はい、エントリーナンバー1番佐藤和弘、佐藤智子組、東京都出身でございます。やはり1番の選手に残ってきましたね。はい、東京の方なんですね。東京出身と言ってましたね。そうですよ、この選手はね、去年のね春頃から急激にね頭角を現してきましてね、今ではもう、まあ、トップクラスの踊り手ですけどね。なんか割とあの C クラスぐらいの時から注目を浴びてましたけれど、こんなに急に上がってくるとは思いませんでしたね。あ、そうですか。今日は張り切ってますよ。ハッピーですね、踊りがね。じゃあまだあの若いんですね。若いですね。若いですし、アマチュア時代いくらかキャリアがあるんですけど、今はそのやっぱプロになってからの方がぐっと踊りが変わりましたからね、この選手は。楽しそうですね、二人が。初めての決勝ですからね。そうでしょうね。目いっぱいハッピーじゃないですか。サンバからジャイブに変わりましたね、はい。決勝戦では3曲のメドレーで踊ることになっているんですね。そうです、あのね、5種目あるんですよ、ラテンというのはね、はい、その中の3種目を3分30秒にまとめて作品を作っているんです。じゃあ好きなあの得意な種目を3つほど選べるわけですね。そうです、そうです。踊りをご覧になって先生は、あのやっぱりちょっと緊張感が見えますけどね。でも、もうやっぱりハッピーさで一気に踊りまくってるって感じですね。もっとこう体でリズムがね表現できるようになると、この選手も本当にもうチャンピオンダンサーになれるんでしょうね。素質は持ってますね。動きがとっても軽やかな感じがしますね。そうですね。特にあの彼女はなかなか少ない日本のラテンダンサーとしてのね、はい、個性を持ってますよね。メドレー3曲目はルンバですね、はい、ルンバは恋の踊りだってよく言われてるんですよ、ダンスはね。非常にロマンチックな、こうソフトな踊りですね、ラテンの中で。メドレーにしますとメリハリというのが大変難しいでしょうね。それが一番大事じゃないですか、これからこの競技会では。いい出来ですね。次の方はエントリーナンバー13番玉木聖達、玉木文子組です。沖縄県出身、はい。ラテン部門2組目ですけども、このカップルはどういうカップルですか。このね、あの玉木選手というのはあの学生の競技会の出身なんですよ。あ、そうですか。でも非常にあれですね、この選手っていうのはあの大胆っていうんですか、思いっきりが良くてですね、私好きですね、このカップルは。
非常にラテン的なね素質を持ってますね。あのね、日本人ってはどうしてもそのシャイっていうんですか、恥ずかしがり屋なところがあるんですけど、この選手はそのね大胆なことが板についててね、いやらしく見えないんですよね。日本人は下手するといやらしく見える場合があるんですよ、今年から第1回目のフリースタイル選手権なんですけども、先生、フリースタイルというのは日本だけなんですか？いえ、あの今年の春に西ドイツで行われましたし、はい、それから英国でももう行われてます。あ、そうですか。そしてこの大会がですね、88年頃にはオフィシャルな世界選手権としてやろうというね、そういうその声が英国の中で起きているんですよ。ですから選手にとってはこの大会非常に大事な大会になりますね。メドレーの2曲目になるとなんかまた表情が変わったような感じがしますね。そうですね、これはあのチャチャチャですね、はい、やっぱり同じあのキューバの発生した踊りですけど、これは非常に明るい踊りですからね、ルンバに対して。ジャイブですね、まあ、この最後のダンスが、はい、あ、楽しそうですね。やっぱりあのこういうふうにあの3曲ぐらいメドリーになりますとね、やはりその1曲1曲の持ってる音楽の個性とか、その踊りの個性をはっきりと出さないと、その変化していった感じがよく演出できませんからね。そういう意味では今までにない部分をこれから選手たちは勉強していかないといけない。新しい部門の開発っていうのがね、やはり選手にとって大事な課題になるんじゃないですかね。ジャイブっていうのはね、そのリズム的な軽さがものすごく大事なんですよね。さあ、続いての決勝出場者です。エントリーナンバー20番、尾上武史、尾上恵美子組、大阪府出身です。ラテン部門の決勝2組目ですけれども、これは大阪のチームだそうですね。要するに今日残ってきた決勝の8組の中のね、たった1組の西部総局の選手ですね。あ、そうですか。やはり東部が強いわけですか。強いですね。西部のチャンピオンですね。今日は東部の選手を皆敵に回してどこまで入ってくるか。そうですね。テレビの前の皆さんももしかしたらこう審査なさってるかもしれませんけども、先生、審査のポイントっていうのはどういうところを見ればいいんでしょうか。そうですね、やはりあの一番大事なのはまずね、見ててやっぱり楽しく見えないといけないですね、はい、見てる人がなんとなく楽しく見えるっていうのはそれだけ音楽に乗ってるんですよ、選手の動作がね、そういうことを、それをだから技術的にいろいろそのどうすればそうなるかっていう部分はもちろんありますけど、はい、最も簡単な見方って言えばなりそうですね。楽しく、自分が楽しくなるかどうかって見てる人、見てる方なの、この選手ももう随分決勝に残るようになってから10年近くなりますけど、随分長いですね、もうベテランですね。パソドブレですね、これは。
闘牛士の踊りということですね。男の人が闘牛士役になるわけですか。そうですね。で女性は、まあ、マントなんです本来は。あの赤いマントですか。ですから女性をこう右に左にとねなびかせながら。なるほど。非常にあのドラマチックな踊りですね。闘牛士のなんていうのこうプライドっていうんですかね、そういうものをこう表現しています。そういえば男性がちょっと堂々として見えますね。男性的な雰囲気ですね。ラテンっていうのはね大体は女の人がメインですけどパソドブレだけは男性が中心です。そうですか。1年にその春の2月か3月頃から6月頃までその日本のトップクラスがいつも英国へ留学するんですけど、この選手ももう6、7年になるんじゃないですかね。英国へ留学するようになりましてから毎年行ってますよ。やはり振り付けとかそういった新しいものを皆さん学んでいらっしゃるんですか。新しいものだけじゃなくてやはりあの英国はコーチャーがもう十分揃ってますから、やっぱりそれとダンスがやっぱりヒノキ舞台ですから。エントリーナンバー32番奥村三郎、奥村純組、北海道出身です。この選手は今日やっぱり優勝候補の最右翼ですね。そうですか、始まり方もとっても印象的ですね。やっぱりいつも僕思うんですけどラテンというのはどこ日本人の性に合ってないというかというとその日本人というのはねこう眠らになりがちなんですけどね、この選手は明るいですね。それと表現力が非常に豊かですし練習熱心ですね。スタミナも十分ありますしね。出来もいいですね。そうです。思いっきりがいいですよ今日は。すると新チャンピオンが生まれるかもしれませんね。この方たちはチャンピオンにはおなりになったことないんですか。チャンピオンにはまだなってないんですけど、やはりもう一番近いところにいる選手ですね。そうですか。もう本当に完成されているような感じですけれどもね、見ていますと。選手のやっぱり問題というのは僕はそのパッと明るくいってそして今度こう静かになったところですかね、まあ、光と影というか影の部分みたいなものがね、もっと上手に演出できるようになったらもう本当にもう日本の選手誰も勝てないんじゃないですか。チャチャチャですね。この選手はね自分ではねサンバが一番好きだって言ってるんですよね、ですけど僕はパソなんかもいいと思いますよね。パソの選手で合いますでしょうね、このチャチャもいいにはいいですけどね、もうちょっとチャチャはあのリズムの切れ味が出てきた方がいいような気がします。これだけ明るい部分を出せる選手ってやっぱりいないですからね。表情も堂々としてますね。自信もあるし。もうねカップル組んでまだ5年ぐらいなんですよ。そうですか。
ルンバというのはその光と影の影の方に入るでしょうか。曲としては曲としてはそうですね、まあ、あのルンバルンバの中でやっぱり光と影がありますけどね、もちろん ね。先生5年というのは短い方なんですか。あのね、でもね、お互いにプロになってからは長いんですよ。ただ2人が巡り合ってカップルを組んで5年なんですね。男性の方はもうプロになって14年ぐらいになりますから、プロとしてのキャリアは十分ですね。ちょっと伺ってみたいと思います。まず池田正雄さん、池田さんは選手の動きのどこを注目していらっしゃいました。いや、もうみんな素晴らしいんでね、非常に難しいですね。だけど、まあ、本当に独断と偏見っていう感じですかね。何が一番そのアピールするか、その時のもうなんか瞬間的な感じですね。なるほどね。名倉さんはあの振り付けもなさってますから、あの選手の動きとても気になる部分も多いんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。出てらした時のそのここに広がるその大きさといいましょうか、それでペアで踊っていらっしゃるので、やっぱり2人のこの呼吸と動きの流れとヒント、なかなか優劣つけたくて大変だと思いますけども、どうぞよろしくお願いいたします。エントリーナンバー37番、桑原明夫、桑原幸子。引き続いてラテン部門の決勝ですが、5組目になりますね。そうですね、この選手はね、はい、福島のいる頃にアマチュアでずっと活躍してましたね。あ、そうですか。東北のアマチュアのチャンピオンを何年も取ってて、それから東京へプロになって出てきて、もう6、7年になりますね。体型的にもね、そんな恵まれてると思えないんですけど。あ、そうですか。急激にやはりこの選手も伸びてきましたね。やっぱりあのいい素質を持ってるんですね。そうなんでしょうね。女子なんかも背が低くてね、非常に条件的にはね、競技選手としての条件的には恵まれているとは言えないと思うんですけど、やはり根性で乗せてきたって言いますかね、このカップルは。歯切れのいい踊りですね。2人のバランスは大変合ってると思いますけどね。バランスって言いますとね、こういうのは大体長い間踊りようと背が違っても、あまり高くても低くてもね、やっぱりそれなりに合ってくるものなんです、うまい踊りというのは。だからカップルとしてやっぱり女子は男にとっては低いですよね。でもやっぱり長い間踊ってるとちゃんとそれなりのコントラストができてくるんですね。割に静かな音楽から入りましたね、この組は。はい、ルンバですね。はい、初めルンバから入っていくっていうのはちょっと難しいですね、やっぱり。そうでしょうね。選手のグランドファイナルは今年になって初めて残ってきた選手ですね。あ、決勝に。あ、そうですか。うわ、じゃあもう本当にここでソロで踊っているということだけでも本当に緊張して、しかも嬉しいことでしょうね。そうですね、あのね、大体初めの1回2回決勝に残った頃って誰でもそうですけど、意外と実力以上に踊るんですよ。あ、そうですか。夢中で踊ってますけど、緊張感より喜びの方が強いんですね、選手にとっては。でも今までの競技会の方式ですと、たくさんのチームがまとめて踊るわけですけども、今回このフリースタイルになって初めて、しかもこうして決勝に初めて残った、大変な、まあ、緊張でしょうね。緊張感もありますけど、そのこの3分何十秒というのは1万人以上の観客をね、自分一人にこう独占できるんですから、もう言いようのない快感があるんじゃないですかね。そうですね、そういう風になると余裕も出ていいんでしょうね。我々の現役時代もこういうのやってくれると良かったですけどね本当に早くフリースタイルが始まればよかったですね。
ぞれ3曲目になりました。ジャイブですね。ジャイブっていうのはね、あまり日本人上手じゃないんですよね、本当はね。リズムが速い、あのね、この独特のリズム感覚っていうのは日本人はね苦手なんですね。速いとか遅いっていうじゃない、このリズムの切れ味ですね。3曲目っていうとやっぱりスタミナがね大変ですね。3分40秒間ですもんね。エントリーナンバー51番、二つ森司、楠木みどり組、青森県出身です。ラテン部門の決勝6組目ですけども、こちらも東北の方でしたね。そうですね、これはあの男性の方が東北で、女性はあの東京ですね、はい、ですけどね、今あのルックスに恵まれたカップルっていうのも少ないですね。女性はまた背の高い綺麗な方ですね。男性もなかなかいいルックスしてますしね。得ですね、やはりこういうスタイルのいいのは。 それとあのやっぱりあの運動神経がいいんでしょうね。思いっきりがいいですね。なんか大きく見えますね、男性も。本当にこの踊りの感じでしょうか。そうですね、あの技術的にね、僕はまだまだその勉強する余地がいっぱいあると思うんです、このカップル。そのなんていうんですかね、我々が言う力強さ、言うなればその床の下から起きてくる力強さがもう一つ足りないんです。ただそのなんていうか、その思いっきり良さとね、持ち前のその運動神経ですか、それでそれを十分に克服して踊ってますね。ですからもっと下がしっかりしてきたら、やはりチャンピオンになる選手じゃないですかね。そうですか、じゃあこれからが楽しみですね。それ若いですからね、このカップは。53年にデビューって書いてありますからね、まだ7年目ぐらいですか。そうですね、表現がとても。そうですね、このねルンバっていうのは意外とゆったりしていてね、なんか一番楽な踊りに見えるんですけど、見えますけどね、一番難しいです。あ、そうですか。ルンバがうまく踊れたらもうラテンはトップクラスなんです。逆に言うとルンバを見るとその踊り手の実力が分かるんです。わあ、恐ろしいですね。ですからもうスタイルはいいですね。エキゾチックなですね。チャチャっていうのはどっちかっていうと非常に女性なんかでもね、はい、ポケティッシュな表現っていうんですかね、そういうのがあるんですね。で日本人ってやっぱりそういうの苦手ですね。でも彼女は割とそういう部分を持ってますからね。そうですね、彼らはねパソとかルンバが好きだって言うんですけど、むしろこういうチャチャみたいな踊りのがあってるような気がするんですよ、僕はね。このカップルにポケティッシュっていうのはその表情とかそういったもので表すんですか。そうですね、踊りの動きの中にもリズムの中にも生かしていければ。エントリーナンバー
56番馬場健志郎馬場久江組福岡県出身です。はい、ラテン部門決勝7組目ですね。このチームはね、準決勝の時にとっても目立つ衣装だったので私は覚えていたんですけどね。僕なんかあんまり印象記憶がないんですけど、選手知ってますからね、はい、でもなかなかいい選手ですよ。このやっぱりラテンのセンス持ってますね、このカップルも。表情がとっても豊かな感じですね。そうですね、それと軽やかですね、動作の全てがね。踊りは好きなんじゃないですかね。そうでしょうね、本当に楽しそう。それを全身でこう表現できる数少ないカップの一人ですね。ああ、そうですね。ぴったり呼吸が合ってる感じがしますね。ルンバの感じ方っていうのは一番その選手によってみんな違いますね。あ、感じ方と言いますと捉え方ですか。そうですね。この二人はどういうふうな感じでしょう。割合とそのなんていうかこう心静かに音楽を捉えてるっていうんですかね、感じ方としては。そうですね。非常にそのルンバを特別にエキサイトしないで踊ってる、さらっと動いていってるって言うんですかね。味わいながらという感じがしますね。そうですね。僕は好きですね、こういうルンバの捉え方っていうのは。先ほどの激しい踊りに比べてとってもメリハリがあっていいですね、こういった静かなのも。またそうですね。最後の方はエントリーナンバー66番玉置智弘玉置清子組。決勝は8組ですから、ラテン部門のタイムですね、この組が。そうですね、このカップルも今日の優勝候補の最有力の一人ですね。そうですか。この66番の選手と先ほど言った32番の選手はどちらかが優勝するんじゃないでしょうか。この二人はちょっと抜けてるような気がしますね。そうですか。今日の、中では。まあ、でも見ていても全然優劣つけがたい8組のような気がしますけれども、審査の先生方というのはどういう構成になっているんですか。今のステージの後ろに座っていただいているのが審査員の先生方なんですけど、はい、9名の芸術点と技術点をつける審査員の先生方と、それから技術点だけをつけるその6名の審査員、これが教練の
所属する専門家ですね、はい、それが15名です、はい、それから、ダンスに関わりのあるような他の分野のトップアーティストの先生方6名を、お招きしまして、はい、その芸術点だけをつけていただいています。ですから合計で21名の審査員によってこの優劣を決めているわけです。芸術面そして技術面両面からの審査ということになっているわけですね。そういうことですね。今日はこの選手張り切ってますね。なかなかいいですよ、じっくり見てみましょうか。そうですね、これがもうラテン号の最後ですから皆さんもじっくりご覧いただきたいと思います。踊り終えたんですけれども、本当難しくてもう頭悩ましてます、はい、どんなところがポイントになりますか。やはりね、見ていてこちらの表情がにっこりして見てられるようなそういうものが好きですね、私は。さて、お隣の佐野さんはアイスリンクの上では華麗な演技見せてくださってますけど、今日はどうですか、この、床の上での演技なんですけど。見てましてね、お二人がとってもなんていうんですか、楽しそうにやってらっしゃるカップル、それから非常になんていうんですか、もう曲に自分たちが陶酔しているような、そういったカップルに僕は今日は高い点を与えたんじゃないかなっていう感じがするんですけどもね、接戦接戦なんですが、この後の結果ですね、モダン部門の演技がこの後終わりまして、合わせて結果発表となります。さあ、それまでの時間、はい、皆さん、選手はもう長い時間でしょうね。ロンゲストデイですね。それでは緊張をちょっとほぐしていただきましょうか。はい、はい、バイオリニストの佐藤陽子さんも難しいですねとおっしゃってましたけれども、本当に皆さん、ラテン部門の皆さん素晴らしかったですね。そうですね、もう今もうみんな心の中ドキドキしてるんじゃないですか、結果が出るまでは。そうですね。さて、これは人数が増えましたけれども、これはフォーメーションと言いましてね、はい、8組もしくは4組ぐらいで一緒に同じフィギュアを踊りながらいろんなラインを変えていくというね、そういうそのダンスなんです。まるで映画の一シーンのような素晴らしいですね。この皆さんはどういうメンバーの方たちですか。この出演者も皆プロの選手でして、はい、東部総局という東京 地域のですね、はい、選手会に所属している選手なんです。そしてこの選手会って言いますと500名ぐらい登録されているんです、プロだけで。500カップルですね、500カップルが。その中の、80何組ぐらいっていうのが東部総局から今日の競技会に出てるんです、その残ったカップルの中の何組かが選ばれて今日踊ってるんですけど、彼らも、まあ、
ね、なかなかこの今大会には出場資格がなかったんですけど、はい、今こう踊りながらね、いつかは本ちゃんに出ようっていうふうにね、心で思いながら踊ってると思いますよ。次回はぜひ頑張ってほしいですね。そうですね。さて次のコーナーではモダン部門の決勝が行われます。どうぞ楽しみに待っていてください。